はい、5月の3日リクト1本目あれ、右足外側絞れ、もうちょっとちょっと打ち腰低いんだな、いいかな、はい、もうちょい打ち腰高くしてった方がいいかな。お願いします。はい、緑よ。やばいわ、タイミング全部遅いよ。やばいわ、自分でやばいと思ってたの。正直は、お願いします。撮ってるよ。あ、今リオン撮ってる。後期撮ってる。先生行きます。お願いします。肩がこう下がっていっちゃうから、それ注意して、ね、これで叶えてる。いいよ。で、そのコントレースお願いします。何もしないで、ポールした横でガッと踏むことになってるから、前半しっかり踏みなさい。前半今何もしてない。はい、はい、よー、離れ行きます。お願いします。右外側ね。右外側の時に外側の腰がすごく上がってきてるよ。もうちょっと外側下げていかないと、はい、OK？ はい、誰か言ってたって、うん、花が言ってた。花、横山です。かなでさ、はい、もうちょっと内側の腰高くして、内側の腰ね、外を下げて内側を高くするね、外肩を下げながら入ってくるように意識してごらん、はい、もうちょい外スキーしっかり乗る。アナ、吉成です。お願いします。繰り返してもも起こしなさいと。はい、吉成さん、オッケー。ももが寝たままお尻が下がって、横山さん、今のライン取りもうちょっと斜め横から鋭角に入ってくるように意識してみてみましょう。はい、はい、しっかり踏み込んで、はい、目だけじゃない、ね、腰ごとしっかり前で、分かったか、はい、前半から荷重をして、はい、ポールの下で今山回りが長くなっちゃってるんで、もうちょっと前半に荷重して後半抜けるっていう意識持ってやりましょう。はい、こんな感じ。ちょっと昨日と一緒で、はい、左に近く下がり始めてるので、はい、ここちょっと意識して、左に前半に荷重をして後半は抜けるように意識してごらん。いい、ポールの横でターンが始まってるぞ。あ、じゃあ遅いよ。昨日の意識じゃない。はい、ヤマト、お尻の位置前だよ。切り替え前ね。上でターンマックス迎えるように意識してごらん。はい、あった。いいよ、もう一回。はい、行きます。はい、アナ、もう一回昨日のエクササイズやってごらん。ね、ストックのやつ。うん、そう。はい、オッケー。よかったんだけれども、もうちょっと上半身を起こして滑りな、ヤマト。お尻が前に行く感じはすごい良かったよ。いや、お尻前出すときも一緒に状態は基本的に起こしたまま滑る。わかった。はい、ユウちょっと待ってて。バランス崩すんだよ。ちょっと下げてくる。この上部まで良かったよ。はい、ユウ、オッケー。攻守。両方の膝がしっかりターン方向向くように意識しなさい。起こしながら高い位置から踏み込んでいく。で、打ち方気にして。はい、リフト2本目。
そう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 、これぐらいの方がいいぞ。いいよ。左です、お願いします。あ、じゃあカノン取ってあげて。はい、カノンよ。みのり、もう少しスペース取って。リオンです、お願いします。はい、リオン、腰しっかり整体だぞよっ。なんで体から行くんだよ。カノンです、お願いします。はい、お願いよ。カノン、今の切り込む感じいいよ。ね、外から体から行き過ぎだお前。そう、しっかり足元からこうやって返してくるように意識してごらん。腰ストックしていきます。ちょっとわかるでしょ、内から下がってバランス崩して、ね、だからでもちょっとスケールが変わる。どこのコートのスケール。はい、構成2本目。昨日よりはいいけど動きが遅いライムのどんどん切り替えてきた。はい、頭の方が入ってきた。分かった。これからです、お願いします。はい、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 横山さん、2本目。いいね。はい、OK。ハナ、打ち足を。ケースよろしくお願いします。しっかり倒してください。はい、OK。ケースよろしくお願いします。ウォーター、2本目。はい、じゃあ、いいよ。ちょっとスペースなくなってっちゃうんで。本田です、お願いします。はい、本田さん、OK。 ちょっと切り替え前だ、こっちコーチたちの方に向かって立ち上がるように意識してごらん。いいよ。本田です、お願いします。はい、どうぞ。いいよ。はい、パッチ良かったけど、立ち上がる感じ良かったけど、あのそこから踏むのが遅い。足首入ってるといいかなって。足首の緊張を取らないようにターンから切り替えまでするようにちょっと意識してみましょう。はい、ターンの入りはすごい良かったです。切り替えまでを意識して、はい、はい、クリックお願いします。空いてる、切り替え、お尻の位置前だよ。よっ、切るよ。もうちょっとポールの上でターンマックス迎えるつもりできなさい。はい、よよ、お願いします。あと外に傾くくの字の姿勢はどうした？やってる今。はい、え、なんでやんないの？やろうよ。はい、はい、お願いします。はい、ちょっと待って。ああ、いうね、振り幅によってスペースしっかり調整していくぞ。来たよ、膝の位置今の感じでもう一回行きなさい。はい、ちょっと安定してきましたね。はい、ね、だからあれぐらいこうちょっとあれがギリギリだよ。これ U で20秒かな。ギリギリだよ。よし。切り替えて上げて、切り替えて頭から行かない。はい、リクト3本目。さあ、打ち越し低くしないように。左です、お願いします。はい、よ。カレンです、お願いします。はい、カレン、OK。 腰の高さだけで全然違うでしょ、はい、安定感が、はい、ね。で、あと
トレンドは基本的には圧を最後まで抜かないで、圧をずっと溜め続けながら行く。もう大学生の仲間入りこれからしていかなくちゃいけないから、圧が抜かない、圧を溜め続けながら滑るように意識してごらん。オッケー。抜かないとこも。入る角度考えてごらん。もうちょっと、うん、スペースね。ちょっとスペースがなさすぎるぞ。もう少し取ってしっかり切り込んでいけ。はいよ。はい、音半3本目。はい、ちょっと腰向けてきてる。はい。いいよ。足元から返していくように意識してごらん。うん、オッケー。レント取ります。レント3本目。はい、コーセー3本目。コータです、お願いします。はい、よ。お願いします。動きすぎだよ。つなぐように意識してごらん。手が下がって、手が下がるから肩が下がっちゃうの。手上げてこいって思って。入ってない感じする？それよくねえじゃん。だからすねとブーツを常に当てとくように意識してごらん。当てとくと絶対右外側で今結構スキー逃げてる外側に。そういうの絶対なくなるから。で足首曲げて、足首が緊張してるじゃん。緊張してる状態をずっとキープするのよ。切り替えでも。切り替えでも緊張が取れないようにぐーっと重さを乗せ続けながら返すように意識してごらん。ライン自体はすごいいいんですけど、もうちょい内側にグッと入ってくる局面が欲しいです。はい、右外側がやっぱ離れていっちゃうんで、はい、ね、そうかね、お願いします。右外側もう少し前に送り出してください。もっと足元が入ってくる。はいよ。はい、で押した状態をキープしながら行ってみましょう。はい、はい、山口花です、お願いします。はい、花井よ、タイミング入ったぞ、タイミング。はい、そうか、ほら、長い。右外側、右外側の時にやっぱ体が内に入っちゃうから重さが乗んないんだ、ね、しっかり外側に乗りなさい。ターンの後半はポール過ぎてったら、ポール過ぎたら足元をぐーっと返していかないとダメ。膝の向きが下方向に向いていく、行きながら切り替わってくる局面出してごらん。 OK、 もう一回。どんどんタイミングが遅くなっちゃう。だからグーパッグーパッ、お願いします。向こうの膝がいい、下方向、コーチたちの方向きながら切り替わってくるように意識してごらん。横方向にばっかり向いてる膝がね。もう一回行ってみよう。セルが頑張って貯めた力が全部上に向けても何も、ね、はいよ、はい、はい、OK、 タイミング合ってくる、合ってる時と合ってない時あるからね。上に抜いちゃう時と前方向でしっかり抜けてる時、ね、全部前方向に抜けるように頑張って。ちょっと山回りが長いなぁ。みのり4本目。よなお、ふはい、カレー4本目。前半、ターンの前半そこしっかり足首入れながら行かないと。あとはやっぱりターンマックスをポールの上でしっかり向けな、向かいなさい。それから内側切り込んでくる。 OK、 ハロンです、お願いします。
はい、オッケー。最終量リクト、もうちょいスペース取れ、もうちょいスペース取れ、はい、やっぱこう谷回りのスペースなくなっちゃってるから、はい、谷回りの前半のスペースしっかり取りながら行くぞ。はいよ、数字いきます、お願いします。ストックついていきます。あとはちょっと打ち方上げてくれ、こう入ってきて、こう肩のラインが強い、誰かいるか、大体遅い、ポールの上でしっかり押して後半切り込んでこないと。 OK、 はい、つなげ、はいよ、はい、奏で、はい、OK、 そうそうそう、うん、これからです、お願いします。はい、花4本目、まず下の方に良かったですね、スムーズで。ただたまにこう体潰しちゃうとやっぱり一箇所だけ右外側分かったと思うんですけど、はい、じゃあと、4行ったらこう整備で良かったでしょうか。で起こしながら大丈夫です、はい、了解です。入れる、俺入れなくてもいいと思うけど、そうかね、カノン、よっ、あの意識するとやっぱいいですね、はい、今のいいと思うんで、はい、だたまにこうケツが回りすぎちゃうんで、はい、そうテール回っちゃう、後半だけ注意します、はい、本田です、お願いします。山口花です、お願いします、はいよ、いいね、そうか、ほら意識すると飲めるようになってくるでしょ、ね、それ意識しながら行きなさいね、全然いい、本田さん、入ってる、4本目、はい、山添よ、ポールの真横をしっかり近いところ通るんだぞ、ね、かっよかったよ、良くなってきた、ね、ただこう、ふっくらふくらしてたお腹にしっかり近いです、ね、すごくいいんだよ、左足外側の時にやっぱり体から内側にかっこ入ってきちゃうから、左足の時もしっかり外側に傾きながらくの字の背作って入ってってごらん、だ、トマト良くなってるよ、近く通れるようになってきたからね、ただ踏み込みがちょっと弱いから、やめてくそう、やめる、 OK、 やめる、 OK、 やめる、全然いいじゃんこっちのは、はい、みのりセット外後1本目、行きます、お願いします、よ、まあ、振り幅が浅くなったから軽いから、はい、ね、そこまでちゃんと考えた、あと足首入ってないよお前、すごい、スキー逃げてる今、はいよ、お願いします、セット外後1本目、はいよ、はい、オッケー、じゃあすぐにクローチにしっかり組みなさい、お願いします、また、はいよ、止まってきちゃダメだぞ、はい、行きます、はい、OK、
音はこうターンとターンの切り替えの移行期をしっかり出してごらん。ターンターンつなぎの部分。OK。いいよ。ねえねえ、踏む感じが出てるから。ただセットがこう浅くなってたらもう少し縦に行こう。それで行きます。お願いします。ちゃんと動かなきゃ。はいよ。はーい、オッケー。横山さん、もうちょっとスキー振らないように、はい、振らないようにしっかり角付けしていきましょう。はい、よっ。ちょっと内足が立っちゃってるからね。内足しっかりしちゃったんですよ。ちょっと体内側に入ってるぞ、はい、もうちょい外だ、もうちょい外、はい、はい、OK、 どんどんもう少し下に向けて、下方向にしたり前方向にしたり、はい、ちょっと待って、はい、OK、 小春いいよ、次のお手数お願いします、はい、OK、 いいか、どうか、それでいいんだけれども、もうちょっと両手しっかり前出して、はい、OK、 で、クローチング組めるとこ、クローチング組め、今度ちょっと、浅いので、はい、OK、 小春、切り替えで足開かないようにしろ、切り替えで足開いちゃいけない、分かった、はい、今度は前方向、はい、お願いします、どんどん前に前に、はい、ちょっと待って、はい、OK、 はい、もうちょっと前に前に滑って、これ前に前に横横じゃなくて、今度セットが浅いからもうちょい縦縦だよ、 OK、 はい、レント、ちょっと待ってね、はい、 OK、カズキさ、もうちょい前だ、もうちょい前で、クローチング組めるとこ、クローチング組む、しっかり、また、はい、はい、スタート、 OK、 テント、両足首しっかり曲げて、両足首いい、外だけじゃなくて内足首もしっかり曲げて、 OK、 で、しっかり切り替えは前だぞ、前方向に角付け緩めていくように意識、オッケー、はい、じゃあ行きます、オッケー、2本目セット外が、チャンスよ、お前、それで行きます、お願いします、よかったです、はい、チャンスです、お願いします、お願いします、はい、踏み込むのが遅いよ、後面下から下で踏んでる、
はい、ちょっと待って。はい、OK。はい。ちょっと待ってろ。はい、よ。寄せてっちゃってるから、はい、OK、 よし、よし、お願いします。返さないでゆっくり動くように認識しなさい。はい、よ、吉成さん、もうちょっと足、あの内足の足首も曲げるように意識しましょう、はい、外足首すごい曲がってていいんですけど、はい、内足首もうちょっとしっかり曲げるように意識しましょう、はい、そうです、内足首、すねを押すってことですか。そうです、斜め前に押す感じですね、まっすぐ、あのもうちょっと足首しっかり意識して、足首が曲がって緊張した状態をキープしていくように意識しましょう。はい、乗ってる時間長いぞ、乗ってる時間長すぎ、ターンをやめていく局面をもうちょい出さないとダメだ。 OK、 はい、本田さん OK。 レント、もうちょいしっかり内足使ってごらん。内足立っちゃってるよ。で、内足首もしっかり曲げるように意識しなさい。で、あと前半はしっかり足を伸ばして捉えていく、捉えてその足場を絶対なくさないように意識する。 OK、 その時内、はい、みのり3本目セット外後、これでお願いします。そう、はい、これ、よいいんだけど、ちょっと後半だな、惜しい、みのり。はい、リフト3本目、セット外後。正解していきます、お願いします。そう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 。はい、よー。そうそうそう。あ、ごめん、カノン取ってまーす。はい。いいよね、正解。はい、今のタイミングと、腰の向き。やっぱり頭に入れて、出てこい。音羽3本目、はい、行きます。はい、OK。 お、音羽良くなってるよ。シャキー3本目。はい、よ。なんで。はい、行きます。お願いします。はい、カノーケー。膝だけで返しちゃダメ。膝だけで。じゃなくて、ちゃんとターンとターンのつなぎの部分しっかり出すように意識してごらん。オッケー。膝だけでパン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 返さない。コースは横山さん来るよ。あ、来てる。ターンのマックスは上に上げて、はい、オッケー。上に上げて足首しっかり曲げた状態キープだよ。オッケー。足首の緊張が取れないように意識。オッケー。はい、オッケー。そうそうそう、目線は今ぐらいにしときなさい。オッケー、今よりも近くしないよ。オッケー、よっ。あ、ごめん、お願いします。うん、大丈夫、トーカ撮ってるよ。うん、カナデも撮ってた。あ、俺がトーカ撮らなくてよかったのかな。ごめん。はい、ヤマト、オッケー。はい、そうか、外に傾いて足元が留守になってるよ。し
かり足元角付けをしっかりして、いい、膝もちゃんとターン方向向ける。オッケー、はい、はい、腰オッケー。ヤマト、もうちょい、もうちょい前にしっかり動け、前に、オッケー、前方向にお尻スッと上げていくよ。オッケー、調子今で良かったぞ、良かったぞ、積極的で。はい、山本さん、オッケー。攻守、もうちょっと切り替えで前に動こうぜ、前に。あった。もうちょっと、そう、打ち方しっかり上げて、で 外肩を下げて打ち方上げていく局面しっかり出してみましょう。はい、はい、レント、内足首しっかり曲げるように意識しなさい。内足首ね、よっ。カズキ、カズキすごい良くなってるよ、その調子で。前に前に、とにかく動いてこ、前に前に。また、はい、引き返して、腰しっかり、お願いします、腰しっかり上げて前に出して。はい、安田さん、レント、内足首すごい今意識したんだよ。そうなんだけど、切り替えで膝の向きがまだちょっとターン方向向いちゃってるんだよね、横に向いちゃってるんだ。だから切り替えでフォールライン方向に向かって膝を曲げてくるように意識してごらん。意味わかる？どう？切り替えの部分で、はい、カレン、セット替え後4本目。左です、お願いします。はい、右よ。膝の向き見てみ、はい、かけます。ほら、スピード感出てきたら、ここ、ほら、膝がフォールライン方向向くでしょ、こうやって。ここ。お願いします。ね、なんとなくだけ。マジムカつく。お願いします。はい、おかよ。打ち方投げてこないでね。はい。足首も曲げてごらん。外だけじゃなくて内足の足首もしっかり曲げてごらん。OK。だいぶ音が良くなったね。いいね。体から行かないよ。ね、肩のラインが、ね。おーれ、体から行かない。はいよ。はい、花四本目。クラブです。お願いします。はいよ。はい、カノン、ターンのマックスをポールの上にするつもりでおいでよ。ハナ、ハナもさ、ポールの横に来てからやっとターン始めてるから、そうではなくてポールの上でターンマックス迎えるつもりでおいで。トーカです、お願いします。足元ゆるゆるだから、はい、トーカ、足元の、だってさ、あのターンの後半までいつまでも乗ってるから次のターンなかなか始まらないんだよ。だからポール過ぎたら足元の、足元をしっかりフラットにしていかないとダメだ。その動きがお前今ないんだよ。あった、前方向を押してくる動きに入れましょう、はい、今当ててるだけなので足首入れながら押していきましょう。どうか、お前もうちょっとさ、ね、外手ターン方向を向けてっていい。慌てなくていい。もうちょいターン方向を向けながら外に傾く外傾作ってごらん。あった。行け。お。はい、ヤマト、OK。ハナ、左外足結構いいよ。ちゃんと、ちゃんと乗れてるの。左足の外側の時すごいちゃんと乗れてると思う。右だよ、右、うん、右だって内側に傾いちゃってるもん。あれダメ、どっちかというと外に傾く方がいい。 OK、よし、ゴー。もっと腰起こしてこい、ね、はい、OK、 前方向にガッと押してこい。コッシュよかったよ、ヤマトすごいよかったよ、前に動けた。
グッドです。で足首しっかり曲げろ、はい、いい、足首しっかり曲げてターンだよ。 OK よ、講習もっと動け。はい、山本、上下にしっかり動く、上下に、はい、あった、コーター前方向の動き、はい、次よ、レント、お願いします、お願いします、大きく、お願いします、はい、コーキーよ、何もしない時間だ、このさ、レント、もうちょっと腰の位置、腰の位置が切り替えで前に行くように意識してごらん。今足元返す感じがすごい出てきてるから、腰の位置もうちょい前、切り替え。わかった？そうするとターンの前半がもっともっと出てくるよ。OK。よっ。はい、小野里カレン。5月3日。はい、ゴールデンウィーク。7日目です。うん、自分でやばいと思ってんならオッケー。サブジクラスお願いします。3ターン目ぐらいからやばかった。タイミング遅いわ。この足は取っとくよ。全部離れた。サブジクラスお願いします。はい、オッケー。うちなの？はい、おっと、はーい、1本目です、ストックついていきます、はい、OK、 なるほど、その次を俺取ればいい、お、コート下向いてるぞ、いいぞ、手当ててこい、でも膝で返すとこうなるんだよね、膝だけで返してるから、もうちょっと外側下げていかないと、膝だけで返すな、な、もう起こして高い位置から踏んでこい、ハナ、ハナ、あの、もも起こしてね、切り返しでもも起こしなさい、ちゃんと、はい、ね、ももが寝たまま、お尻が下がったまま、膝だけで板返さないように、もも起こして高い位置から踏んでくること、分かったか、はい、はい、OK、 もうちょっと、はい、打ち方下がり始めてるので、はい、そこちょっと意識していきましょう、左外側の時の打ち方、グッと下がっちゃうので、ねえねえ、あの動きがないからね、ももがまた寝ちゃってるから、もも起こして高い位置から踏み込んでこ、はい、あのもうちょっとボールの上でターンバックに向かえるようにしてください、ごめん、お、テリーぞ、はい、OK、打ち方を下げてくるの、ほら、そうなる、なんだけれども、あ、山本さん、 OK、 あのお尻が前に行くわけね、打ち方下げるからバランス崩すんだよね、打ち方下げてくるな、はい、その上部まで良かったよ、一番上は良かったよ、はい、OK、 はい、これ2本目、
ね。なんでずらすんだよ。左です、お願いします。いや、削んな、はい、左外側、はい、なあ、左外側スペースがないからなっちゃうの。みのり、もう少しスペース取って切り込んで、切り込んでこい。はい、日本語しっかり正解だぞ。お、いいよ、カメ。はい、おつおは2本目。お願いします。はい、OK。横のポールとのスペースしっかり取ってごらん。はい、すげえ。はい、コータ2本目。お願いします。おー、いいぞ、こた。手で弾いて。よしよしよし。膝だけで返すな。起こせ。さっきでいいぞ。はい。はい、花2本目。横山です。はい、OK。お願いします。はい、OK。 花、内足もしっかり倒しなさい、ね、はい、今、内足が倒れてないから、内足もしっかり倒しなさい。 OK、 今のラインでもう一回行きましょう。 OK、 はい、OK、 お願いします。はい、お邪魔、OK。もうちょい切り替え前だ、こっち。僕たちの方に向かって。いいぞ。そうかね、お願いします。そっから踏むのが遅い。ね。立ち上がったら、前半ポールの上からしっかり踏み込むんだから。ね、その意識。はい、いいか？はい、かないよ。もうちょっと足首入ってもいいかな。足首の緊張を変えないように。手前ちゃんです、お願いします。はい、いいか、もっと外に体重乗っけろ。もっと、もっと、もっと。ね、重さ足りないよ。もうちょっと上だって。ちょっと今じゃ下すぎるよ。もうちょっと上で。上でターンマックス迎えるつもりですから。よっ。アナ、アナ、強弱が足りないよ。強弱、もも起こして高い位置からまた踏む、高い位置からまた踏む。はい、オッケー。いいところはちゃんとしっかり外足乗ること、悪いところは横に行っちゃうことね。どん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 縦に縦に行ける、行くこと、ポールの近くしっかり取ることね。オッケー。コース良かったよ。はい、みのり2本目。はい、これ OK。 3本目だ。はい、気をつけろ。ライン、その腰の高さだけで全然違うでしょ。もっと安定感が。で、あとトレンドは、はい、行きます。足を最後まで、はい、 OK。 ちょっとフラッグの後ろ側に出る感じでいいから、もう少し切り込んでこい。はい、 OK。 もうちょっと入る角度考えて、もうちょっと、はい、スペース、ね、ちょっとスペースがなさすぎる。お願いします。はい、です。
は少し上半身だけ逆に行くべきです。行動してみたら足元から倒していくのがいいですよ。はい、後期3本目。あ、そうだ、いいぞ。昨日とは意識が違うぞ。動け。ほら、遅いところ遅い。はい、こうった3本目。はい、かなめいいよ。さっきの中よ。ほら、手下げるから肩下がっちゃうんだよ。下がっちゃうのよ。手上げてこいって、もっと横山です。はい、吉田さん、三本目。はい、そしたらもうちょっとしっかり踏み込んでインをついてくるイメージです。はい。ライン自体はすごいいいんですけど、もうちょっと内側に入ってくる感じ。旦那さん、両方。はい。どうか三本目。はい、行きます。お願いします。この体が内に入っちゃうぞ。ないかないよ。多いぞ、近く通れてる。花道花です、お願いします。んないんだね、しっかり外側に乗りなさいね、内側に入っちゃってるぞ。ピアノです。はい、やらせんよ。はい、てる、肩下げるなよ。だからグーパグーパって歯切れよくやってごらん、ね、それがうまくいけばタイミング合ってくるから切り返しも楽になると。もうちょっと両方の膝が、はい、お願いします。上に抜いちゃダメね、てるが頑張って貯めた力が全部上に抜けたら何にもね、推進力ね、前に進む力に全く意味なくなっちゃうからね。次のポールの方向に、前方向にグッと持ってきなさい。はい。タイミングが合ってくる、合ってる時と合ってない時あるからね。上に抜いちゃう時と前方向にしっかり抜けてる時ね、全部前方向に抜けるように頑張ってこい。はい。少し良くなってきたんだけど。はい、カレーン4本目。次に行くと行きます、お願いします。うーん、右に行くと行きます。ちょっともう前半いるんだよ。振り幅出てくる部分はしっかりスペース取ってタイミング変えてこなきゃダメだね。はい、OK。 最初よりは全然いいぞ。お願いします。やっぱこう谷回りのスペースなくなっちゃう。よっ、谷回りの前半。正直、正直行きます、お願いします。はい、OK。 よかったよ、 OK。 どんな感じにしました？腰高くした？全然全然。そうです、お願いします。元頭は取って、はい、いいよ。この頭もうちょっと足になる。こっちも両方とも手を上げて、曲げた。ついていきます。誰？絶対に緩まない。コーヒーです。が誰に何するの？いや、何するっつった？はい、レント4本目。全然押せてない、全然押せてない。だって足の裏に、足の裏押してる感じ全然しないもん。ずーっと今
だから膝で返すな。はい、横山さん、4杯目。はい、ハロー、オッケー。足首の感じ、それでいいから、でそれで上半身かぶんないよ、もうちょい起こす。あら、いいよ。はい、吉野さん、4本目。お、いいっすよ。はい、行きます、お願いします。おーつ、はい、我慢よ、さっきの動きしっかりいいですよ。本田です。お願いします。はい、お疲れ様です。よーく寝てるんです。しながら行きましょう。そうだよ、10日。意識外足だぞ。ぐーっと乗ってこい。起こして。起こして。起きてないよ。起こして。起こして。ちょっと待ってろ。はいよ。ねえねえ、時たまあのずらしはいらないからね。ね、しか早めのタイミングでスペース取りながら踏んでくれば全く問題ないからね。ねえ、もったいないぞ。少々お待ちください。やっぱり体から内側にカッコ入ってきちゃうから、左足の時もしっかり外側に傾く、よく通れるようになってきたからね。ただ踏み込みがちょっと弱いからね、もう少しお前のしっかり体重を外足にしっかりグーッとかけなさいね。分かった？はいよ。もうちょっとか。はい、カレン、セット外交1本目。はい、緑オッケー。大丈夫ないようなセットになってきたかね。あんま分かんなかった。あね、あのただこう移行期しっかり意識するようにね、前半のトライと移行期しっかり意識すること。いいよ。こんなスピード出なかった。はい、カノン、セット外後1本目。なんと、長さは自分でしっかり調整します。高いから。はい、行きます、お願いします。取らないよ。はい、カノン、セット外後1本目。はい、お願いします。はい、OK。はいよ。はい、OK。ここはこうタンクタンク切り替えの移行期をしっかりと。これカードです、お願いします。ちょっと縦に踏まなきゃダメだぞ。はい、OK。どうした？
下だ下だ。下に向けろ、ね、下方向にしっかり、前方向にしっかり動いてこい。横行きすぎだ。悪いよ。今度ちょっとインターブ、浅いので、はい、振り幅浅いので、はい、どんどんこう縦縦に前方向にしっかり動いてくる動き意識しましょう。はい、前方向、前方向意識していきましょう。どんどん前に前に押してくる感じいきましょう。はい、ちょっと待って。よろしくお願いします。はいよ。コウタ、振り幅浅いんだからどんどん前方向に押していかなきゃダメだぞ。どん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 前方向ね。横の動きあんまいらないからね。はい、てるよ。コウシュ結構板下に向いててよかったぞ。ただポールの横でしっかりしっかり踏めるようにしろね。てる、ちょっと横の動きが多いぞ。もっと下に縦に行けるぞ。はい。はい。はい、彼2本目、瀬戸海吾2本目。さあさあ、今の方がいいよ。なんとかか足首リンクスいきます。お願いします。はい、リンクス OK。 胸を起こすチャンスだ。はい、行きます。お願いします。はい、リオン、セット介護2本目。遅い。踏み込むのが遅い。踏み込むのが遅いぞ。下行きます。はい、OK。お願いします。おい、体開いてるぞ。横山です。ねえ、上部体開いてるよ。ねえ、体開いちゃダメ。向けてからしっかり踏んでこい。ねえ。お願いします。お願いします。はい、 OK。 ちょっと待ってろ。はい、小春2本目。はい、小春OK。はい、小春OK。トウカ、トウカ、もう起きてないぞ。膝だけになってるぞ。なあ、乗りすぎだ。板に乗りすぎ。しっかり切り替えしろ。はい、ヤマト2本目。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。OK。ちょっと待ってろ。いいよ。
ね、横行き過ぎだって。ロスロス。横行き過ぎ。ね、ポールの近く取ってこい、当たるぐらい。もうちょっと足、内足の足首曲げるように。外足首すごい長くていいんですけど、内足首ちょっとしっかり曲げるように。攻守いい感じだけど、内膝で分かるね。内膝をもう少し一緒に倒してください。ちょっと後半大きい下がってますね。なんでもうちょっと足首しっかり。はい、お願いします。はい、カズキいいよ。もっとポールの上から踏み込んでこい、ちゃんと。どうか、大きいします、お願いします。はい、ちょっと待ってろ。常にポールの上からしっかり圧かけれるように準備しとけ。ね、1キモ目、2キモ目、3キモ目でしっかりリズム取ること。ね、それでポールの上からしっかり圧かけてこい。はい、はい、カレン、セット外後3本目。前に。しかも前方向に。リフト行きます、お願いします。はい、リフト OK。足首の緊張緩めるなよ。はい、はい、下げ足3本目。お願いします。はい、OK。ちょっと外スキーな。今の感じ、今の感じ。早めに踏んだぞ。踏め、踏め。遅い。遅い。はい、セット外後3本目。はい、OK。はい、行きます、お願いします。はい、カモン、OK。 千秋、はい、膝だけで返しちゃダメ。膝だけでじゃなくて、ちゃんとパーティさん、つなぎの部分をしっかり立つように意識してください。ハナ、内足ね、内膝をもう少し頑張って倒してごらん。ね、内膝が立ってるとバランス取りづらいからね。内足しっかり倒すことね。OK。いいよ。あー、ごめん、稲本さんお願いします。あ、10日取ってね。はい、お願いします。はいよ。ハナ、またちょっと内足のさ、意識がなくなってるよ。ね。ちょっとよっ、しっかりこう小指をしっかり倒してあげな。はい。ね。ハナと。コスイ。はい、お願いします。今の良かったぞ。良かったぞ、積極的で。な、あれを1本目からやってごらん。ね、1本目からセットを見た状態から、やっぱインスペクション見た状態からあれできるようにしろ。ああ、振り幅ないな。ああ、振り幅あるな。で、ちゃんと変えなさい、そこ。本当です、お願いします。吉田さん、だいぶ横方向の動きは減ってきたので、前方向の動き出てきたのでスムーズになってきましたね。で、スピード上がってくるので、そのトライのタイミング早めに行きましょう。はい、よし、コートも前方向の動き出てきたからね。スピード上がってくるから、タイミングを逃さないようにね。ポールが過ぎた後から踏むってことはないようにね。圧かけんな、ポールの上からだから、ね、ちょっと待ってろ。はい、いいか、当てる。切り返しで腰しっかり前に出してこい、ね、お尻しっかり上げて前に出して踏んでこいよ。分かった。はい、ほら、動かないからそうなる。内足首すごい今意識したんだよ。そうなんだけど、切り替えで膝の向きが。はい、みのり、セット外後4本目。リフト行きま
ます。お願いします。はい、OK。ちょっと動いてない。まだ膝が結構山回り方向に向かって向いてる。とにかくタイミングが遅れないようにします。はい、行きます。お願いします。ごめん、先足。はい、OK。ああ、なんだその動き。リフさん向こうだわ。はい、音波4です、お願いします。4本目、はい、4、4、いいよ、意識いいよだけど、もうちょっと内足首も上げる。意識いいぞ。外だけじゃなくて、内足の足首もしっかり上げてだいぶ音は良くなったな。何で体から打った。はい、セットワイグ4本目です。それからです、お願いします。はい、OK。はい、千秋、セットガイド4本目。はい、かな。開くな、開くな、開くな。ハナ。僕はまだない。力入れとけ。すね、離すな。なんでお前そんなに下に来ちゃう。ダメってそれ。だってさ、あのターンの後半まで行くのに乗ってきたら次のターンなかなか始まらない。はいよ。あのポール過ぎた、今当ててるだけなので足首入れながら押していきましょう。はい、かなで4本目です。はい、花です。はい、花です。そうか。はい、コース4本目。はい、4本目。左倍速結構いいよ。左倍速、お願いします。左足の倍速すごいちゃんと取れてる。はい、OK。お願いします。昴生、もっと腰を起こしてこい。ね、変わってないぞ。前方向にガッと押してこい。OK。良かったよ。山本すごい良かったよ。前に動けた。で、足首。吉野さん、はい、もう少し起こしながらなんですけど、板をこう送り出すときに、はい、板だけちょっと先行ってるので、はい、体も一緒についていくようにしましょう。はい、そう、あ、取ります。もうちょっと行きます。はい、OK。いいよ。はい、コーヒーよ。てなんでお前途中から乗ってるだけになっちゃうの、板の上に。何にもしない時間があるの。なんで。お願いします。え？足の位置が切り替え。ただの。カズキどうだ、自分で。おー、良くなってきたよ。うん、コーヒーやっと良くなってきた。スピードで滑れる。うん、ただインターバル、振り幅が少なくなったでしょ。その分横に行くとロスだからね。